おはようございます、こんばんです。またこのクラッチバック一つで朝を散歩しました。こういうちょっとミニマムなスタイルで歩く散歩するというのは非常に心地いいですね。そしてこういうバンペンチとかあるから本を取り出して超楽しみ、非常にいい時間かなと思います。こちらの本はですね、不思議なんですけども結構読む頻度は高いですね。だけどもこう最初こう読み始めるときにもちろんしおりがあれば一気にこう飛んでここからってあるんですけども、しおりを使ってないのでもう一度こう最初から写真を楽しんだり文字を楽しんだりとか、その時にまた引っかかる言葉が出てくるんですね。それでまた読み返してまた何かを感じたりするので、なかなか後ろのページには行けないっていうのも面白い現象かなと思います。今回ですね、ペンはこちらにポリシェデザイン、こちらですね、刻印が入ってるんですけどね、非常に重厚感、そしてドイツ。キャップはですね、金属なんですけども、具体的にはわかりにくいですね。で、こちらの軸、ワイヤーが編み込まれたんですけども、職人技、多分これは使えるんですけども、なんか日本の伝統工芸に思い出す。このボールペンの芯は確か全く違う芯を入れてるはずです。あ、モンブランを入れてましたね。モンブランの M、 そしてこちらですね、バネをつけています。こうすることによってテンションがかかったりします。そして長さが短いのでこういう部材をカットしてですね、入れることによって芯がちょうどいい長さになってますね。ちょっとした加工をしてます。なかなか後ろのページには行かなくてですね、またそれも心地いいんですね。こちらも読みましたね。一節一節がですね、非常に楽しくて、今回ちょっとまた気になったのがこちらですね。京都のワランギアという有名な料理屋のお話ですね。今回ですね、感じたことは、漆器、漆の器ですね、について、漆器の肌は黒か茶か赤であって、それは幾重もの闇が追跡した色であり、周囲を包む暗黒の中から自然的に生まれたものように思われる。乏しい光の中における効果を目指すともに違いなく、金色を贅沢に使ったりした、それが闇に浮かぶ
カビゼル、グアイア、トンビを反射する加減をコールしたものと出せられると。言葉の重さ、またこれをですね、今ではスマホで調べられますので、じっくりと再確認する上で、調べたりしています。そういう時間も非常に大切かなと思いますね。この、行方という言葉は非常に日本的なものであり、今まで
かって言いながら、もう一度身を調べ直す。水滴っていう言葉もそうですね。日常会話では使いませんが、何かこういう品のある言葉でもう一度再確認しながら学んでいきたいと思います。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。